皆さんこんにちは。エンバーカゼロの高橋でございます。今日は、デルファイト C++ ビルダーの新しいバージョンですね。まあ、それは置いといて、その XE4 という新しいバージョンを買っても昔のバージョンは使えるという話もあるんですが、うん、まあ、主にですね、VCL や BDE、さらには FireMonkey の移行を考えて、さらには、XE4 についてくる FireDuck と呼ばれる新しいデータベースコネクタ、アクティビティのアーキテクチャですね、の紹介など。で、最後に、データスナップサーバーなどを使って、Windows、Mac、iOS のアプリケーション、T チャートを使いながら、サーバー側で持っているデータモジュールからテーブルなど検索結果を抜き出して、T チャートに表示したりとか、まあ、ちょっとビジネス寄りのアプリケーションを最後にちょっとデモをしようかなと思っております。で、これからですね、新しいバージョンを購入していただいた際に、古いプロジェクトに対して、どのような問題が起きてですね、それと対処しなきゃいけないのかという話、データベースへの、対応の仕方ですね。最後には、先ほど説明したデータスナップサーバーの使い方などを説明してまいります。では、まず最初ですね。バージョンアップをする際に、注意しなければいけない、考慮すべきポイントということで、おさらいでございます。まずですね、皆さんおそらくたくさんのプロジェクト、古いプロジェクトを持っていらっしゃると思います。よくあるタイプとしては、Delphi のフォームの上に、グリッドや TDB エディットやイベントハンドラーなどがたくさん書いてあって、データモジュールというのが使われてなくて、まあ、ひょっとしたら皆さんの中にはデータモジュールっていうのを使ったことがないという方いらっしゃるかもしれませんが、データモジュールや、まあ、それ以外の、その、UI と切り離されたユニットに、データベースアクセスのレイヤーとかですね、ビジネスロジックを追いやって、GUI に関する部分をできるだけシンプルにすること。これをまずやっていただくと、まあ、今後ですね、VCL アプリケーション、FireMonkey のアプリケーションや、さらにはですね、iOS や Android アプリケーションに変換する際に、移行する際にですね、非常に、作業がしやすくなるということで、皆さんはまずはですね、データモジュールの使い方とかですね、その採用というのを考慮していただけるとありがたいなと思います。もちろん、VCL アプリケーションはもうそれはそれで置いといて、新規に FireMonkey のアプリケーションなどを、ゼロから作ると、まあ、そういう選択でもいいかもしれませんね。で、その次には、皆さん、おそらくデータベースなどを使っていらっしゃると思います。特に、パラドックスを使っていらっしゃる方、複数のテーブルが、データベースファイルとして個々に存在していてですね、それを抜き出して、画面に表示していると思うんですが、各テーブル間の、その、外部キーとかですね、参照の仕方、関連の仕方などが、そのパラドックスやそういうの機能は用意されていませんので、このスライドにありますように、各テーブル間の関連などを、パラドックスのテーブル、もしくはそれを移行した先のデータベースに対して、このようにドキュメント化してですね、まあ、今後のその開発の、効率化につなげるということが必要になってくると思います。幸いですね、今日紹介しませんけれども、一番最上位のアーキテクトエディションを購入していただけるとですね、ER Studio データアーキテクトのデベロッパーエディションというのがついてまいります。プロフェッショナル版などはですね、トライアル版なんですけども、エンタープライズもですね、アーキテクト版であれば、ER Studio のほぼフル機能のデータアーキテクト版がですね、手に入るということで、ぜひですね、パラドックスのテーブル、まあ、それ以外のデータベースも、いいんですけども、テーブル間の関連などを、うまくドキュメント化する際には、ER Studio を、一度ご検討くださいということですね。はい。で、まずですね、まず簡単なそのおさらいなんですが、新しいバージョンを購入する際ですね、皆さん古いバージョンを持っていらっしゃると思います。まず、最初のバージョン、Delphi 1まだいらっしゃるかもしれませんが、あと C++ ビザ1ですね。このアプリケーションを最新の XE4 に持っていくという場合にですね、まずそもそもユニコードは必要なのかどうかっていうところから始まるんですが、それに Mac 対応版かどうかってことですね。現時点で ANSI ストリング版ですね、ANSI版ですね、シフトジスの、最新バージョンというのが C++ ビルダー2007と Delphi 2007というもので提供されております。この XE4
などを購入していただけると、その古いですね、2007というバージョンも手に入りますので、まずは、購入した後2007を使って、ANSI レベルで、Vista や Windows 7などでうまく動作するかというのをですね、確認していただくのが、まあ、先と。で、その後、Unicode 版が必要ですとかですね、新しいデータベースアーキテクチャが必要ですといった場合には、Delphi C++ の XE4 に上げていただくと。これが一番、安全な、道のりだと思います。さあ、で、それ以外に2007をもう使ってらっしゃる方ですね。まあ、それで Windows Vista や7や8でも動くと思うんですが、新しいバージョンにしたいなと、特に FireTAC などを使いたいなという場合には、XE4 を選んでください。まずは、この先ほどと同じですけども、まあ、そうすると嫌おなしにですね、VCL のアプリケーションになっても、ユニコード対応にさせられてしまいますので、この後ですね、あるポイント、や、さらには VCL のその挙動の違いなども考慮しながらですね、テスト作業を行っていくことになると思います。はい。で、一番簡単なのは、もうユニコード化された2009から XE3 をお持ちの方が XE4 にアップデートした場合には、まあ、それほど大きな問題というのはないかなと。まあ、バージョンによってですね、多少、不具合の数とかですね、問題などが出てくる場合もあるんですが、うん、どれか一番適したものを選んでいただければなと思います。では、先ほど、説明したですね、こちらですね、データモジュールっていうのは、どんなもんだろうということです。では、まずは、昨日私のブログにも書いたんですが、非常に単純なアプリケーションを用意しました。これ、T データベースの BDay ですね。で、サンプルデータベースがありまして、そして、セッション、T セッション。皆さん使われたことないかもしれませんが、データベースに対してセッションというものをもう一つ割り当てて、これで一つのその、トランザクションというんですか、セッションというのを形作っています。このデータベース接続に対して、テーブルからですね、T テーブルコンポーネントから、セッションと、データベース名を使って特定のテーブルにアクセスすると。で、このテーブルに対してデータソースからリンクが貼られております。で、グリッドからデータソースにリンクが貼られていまして、最後、画像の部分ですね。これどうやってやってきたかというとですね、テーブルコンポーネントのフィールドエディターを開けるんですね。で、ここからドラッグアンドロップでエディット、フィールドをフォーム上置いたら、自動的にその型に合わせて tdb イメージが生成されたと。これ32ビットアプリケーションになっております。bday ですので、64ビットアプリケーションはできないと。まあ、こんな形で動くわけですね。さあ、で、ここでですね、このまま FireMonkey や新しいそのアーキテクチャに移行する際に、特に FireDuck などですね、できるだけそのデータモジュールを使って、ロジックとビジネスロジック、データベースレイヤーと UI を分けていこうというわけです。はい。で、この時登場するのが、データモジュールでございます。はい。を選んで、保存します。で、ここからですね、このフォームにある3つ、データベース、セッション、テーブルを、編集で切り取りってやります。で、データモジュールに貼り付けってします。まあ、こういうことですね。よいしょ。さあ。で、これはこれで動いていると。で、今度はですね、このフォームからデータモジュールの参照を追加しなければいけません。ということで、まず使用するユニットでデータモジュールを選択します。さあ、データソースからはですね、もう移動した先のデータモジュールのテーブルにリンクします。これでデータモジュールへのコンポーネントの移動が終わりと。ですね。まあ、コードは全然書いてません。ちょっとそこはですね、具体的なプロジェクトにおいては、イベントハンドラーなど書いてあると思うんですが、ちょっと省かせていただきます。うん、で、今はですね、BDay のテーブルがデータモジュールに移行してきました。まあ、BDay は
後で説明しますけども、32ビットの VCR アプリケーションというのはしか使えません。のでですね、まあ、何か抜き出したいなというデータベースのテーブルの値をですね、思うわけですね。で、この場合どうするかっていうと、一番簡単な方法というのは、このデータベースのフォーム上に、データモジュールのフォーム上にですね、クライアントデータセットを置きまして、あまり使われてない機能かもしれませんが、ローカルデータの割り当てというメニューを選びます。で、テーブルを選ぶ。で、そうするとクライアントデータセットにデータがインポートされます。はい。で、これでもう BDE はいりませんと。まあ、もちろんデータベースの機能じゃなくて、参照系だけを行うですね、参照だけを行うデータになるんですけども、このままデータソースでですね、クライアントデータを選ぶと、BDE が全くなくなってしまった、クライアントデータセットだけのアプリケーションが出来上がりと。はい。おお、素晴らしい。はい。で、フィールドエディターですね、自動フィールドを確認して、まあ、それぞれですね、フィールドが、ストリングフィールド。これ、アンシー版のストリングフィールドですね。グラフィックのフィールドであったりと、に、フィールドも、後で追加して、この後もここにインポートされたデータセットの値を他のデータベース、オラクルですとかインターベースですとかに自前でですね、インサートしていただければいいかなと思います。はい。このようにですね、パラドックスのテーブルを何らかの方法を使って外部にインポート、エクスポートするという方法がいいでしょう。で、今読み込んだデータのテーブル、データの内容をですね、ファイルに保存したいなといった場合には、クライアントデータセットを右クリックしていただいて、テーブル、マイベースという名前なんですけども、マイベースのデータを XML もしくは UTF-8 もしくは最後はバイナリーファイルをどれか選んで保存していただければ、Paradox のテーブル1個分が1個のファイルに落ちるというわけでございます。さあ、で、次ですね。このプロジェクトを XE4 に上げるという場合に、まず何をしなきゃいけないかってことですね。非常に単純でございまして。もともと持っているプロジェクトのファイルを XE4 で開けるだけでございます。ただ注意点が多少ございます。XE4 のアップグレードオプション確認というのがあるんですね。まあ、どういうことかというとですね、オープンした後ですね、もともとのプロジェクトが完全に上書きされてしまってはまあ困るという場合ですね。ツールのオプションからですね、プロジェクトのアップグレードのところで、まあ、いくつか選択肢がございます。バックアップなしとかですね、バックアップ作るとか、名前をそのまま使うとかですね、であるんですね。で、このオプションをまず、デフォルトでいいと思うんですが、これを選択してく、確認しておいてください。で、古いプロジェクトのファイルはですね、.2007 とかっていう名前で、2007向けのファイルとしてですね、保存されます。ですね。プロジェクトのビルド設定を複数持てるようになる。まあ、これは機能がですね、最近追加されてまして、昔は1個しかその設定っていうのは持てなかったんですね。うん、非常に古い話ですけども。今はですね、デバッグビルドを2種類、リリースビルドを2種類とかですね、いくつかオプションを変えながら複数設定を持てるようになっておりますので、プロジェクトマネージャーでですね、どの設定でビルドするかっていうのを、切り替えることができるようになっているとですね。ベルファイのプロジェクトで言いますと、ビルド構成というところに、まあ、デフォルトではデバッグとリリースあるんですね。太字になっている方が、まあ、現在のアクティブなビルドです。この時にプロジェクトでビルドって行うと、太字になってデバッグ版のビルドが行われるとですね。その構成を新規に作成するということも可能です。ペケペケペケと。で、編集をすると。はい、まあ、このようにですね、プロジェクトの設定が複数持てるわけでございます。あ、一つ忘れてましたね。で、その際にですね、この昔皆さんは使ってなかったかもしれないバージョン情報という設定がですね、デフォルトではエグゼファイルに格納されます。バージョン1とかですね、バージョン情報どうでもいいという方はですね、無視していただいて、まあ、デフォルトの1などを使っていただければいいかなと思います。まあ、いずれにしてもプロジェクトオプションで変更可能でございます。で、もう一つ大事なのはですね、古いアプリケーションにはですね、ランタイムテーマに対応するための XP-MAN コンポーネントなどが置いてあることもありますし、置いてなくてもソースコード中で UGs の中に、追加されていて、ユニットが、それでリンクしているという可能性がございます。XP-MAN などでですね、ソースコード、プロジェクト全体を検索していただいて、ですね、
まずこのランタイムテーマへのコンポーネント、古いものがあれば全部削除していただくことになります。はい、デフォルトでは、今の Windows 7、8向けのアプリケーションを作る際には、ランタイムテーマがオンになりますので、確認しましょうか。プロジェクトのオプション。アプリケーションというところで、ランタイムテーマを有効にすると。で、ここで何もつけないか、自分専用のランタイムテーマ、ありません、ね、マニフェストファイルを指定するかというのを選べます。デフォルトでは、ランタイムテーマを有効にすると。特にデフォルトですね。に設定になっています。で、カスタムはどうやって使うかという話なんですけども、まあ、いつ使うかってことですね。特に管理者権限の元で動作させる、起動させる必要のあるアプリケーションの場合には、権限昇格をエレベーション、エスカレーションを行うためのマニフェストファイルが必要になります。で、一般的には RC ファイルにその設定ですね。まあ、管理者権限のモードで動くとかですね、いう設定が必要になってきます。これはマイクロソフトの仕様にはなってますので、まあ、その仕様など確認しつつですね、マニフェストファイルを指定することになると思います。はい。次でございます。どうしても新しいバージョンにするとユニコードに対応しなければいけないと。残念ながら XE4 とか XE3 では ANSI モードの VCL、ANSI モードの FireMonkey などは利用できません。そういう場合2007を使っていただくことになるんですが、ユニコード版になるとどうなるかってことですね。一番ハマりがち、まあ、コンパイルエラーが出ればそれでいいんですが、ハマりがちなのはですね、Windows APA を自前で呼び出している場合です。で、XE4、最近のユニコード版では、メッセージボックスを例にとるとですね、ワイド版というものを自動的に呼び出すようになっていると。ANSI版の Windows APA を呼び出す場合には、自分で明示的にですね、ここにある A というのを追加してコンパイルしなければいけないと。C++ ビルダーの方のアプリケーションであれば、もっと、いろんなエラーが出てるかもしれませんね。はい。まあ、ということで、C++ で XE4 でもワイド版の API 呼び出しになるんですが、Windows API は。で、同様にですね、ダブル版が呼び出されます。で、ANSI版を使いたいという場合には、明示的に A を呼ぶと。で、ただし、それがめんどくさい場合ですね。基本的に Windows API は ANSI 版でやるんだと。その対してユニコードを使っていると言っても、日本語しか使ってないという場合などが考えられると思うんですが、まあ、そういう場合には、一括ですね、してですね、プロジェクトオプションの T キャラのマップ先というところで、キャラに切り替えると、Windows API に関しては、すべて A 版、ANSI 版が呼び出されるように、マクロが切り替わるということになります。ですね、C++ ビルの方はどうするかというとですね、新規作成。プロジェクトのオプション。はい。一番 C プラムの共有オプションのところにありますね。アンダースコア T キャラのマップ先、デフォルトではダブルキャラ T になってます。これをキャラに変えると、Windows API の出しは ANSI 版に変わると。ご注意ください。でですね、この A 版かダブル版かというその話の続きでですね、アプリケーションの中には、他のプロセスを起動するという処理をですね、行っている人いると思います。WinExec とかですね、ShellExecute とかいろいろ API あるんですが、一般的に使われそうな Create Process という API を使った場合ですね。自動的にダブル版に切り替わるんですね。ここに書いてあるソースコードを見ると、Create Process W と書いてなくて、Create Process と書いてあります。で、Unicode 版の Windows API になってますので、Create Process W を呼んでいることになると。で、これそれぞれすべてメモ帳を起動するコードになっているんですね。3通りです。この3通りの呼び出し方すべて実行時にエラー、もしくはクラッシュするアプリケーション。まあ、その理由はなかなかわかんないねっていう話なんですけども、この Create Press W 関数はですね、リリースノートなどに書いてあったかもしれませんが、書き込み可能なっていうですか、そういうデータを必要とするんですね。はい。なので、一旦ですね、ストリングの文字列に、型に対してですね、ユニックストリング関数呼び出す、もしくはバイト配列を自前で用意するとかですね、一応多少工夫を加えていただいて呼び出す必要がある。決してですね、このシングルコードでくぐったエグゼのファイル名などを直接渡すっていうのはちょっとうまくいかないというわけでございます。ご注意ください。どのくらいがすぐわかると思うんですけど。
もう一つの話題ですね。こちらは、コンスト型の定数ですね。これも以前ですね、デベロッパーキャンプやウェブセミナーなどで説明させていただいたんですが、これ使っているベルファイアのバージョン6でございます。で、コンストで定数でですね、その、例えば半角カナーを判定するとかいう処理とかですね、大文字から小文字に変換するとかですね、まあ、そういう処理をする場合には、このコンストを使う可能性が結構ありますよね。で、皆さん、そういうこと中にこのコンスト X1 とかですね、まあ、こういう定数があった場合、新しいバージョンに移行するとちょっと困ったことになると。で、ここに書いてありますように、この1文字の部分はすべてワイドキャラ型、だから16ビットの文字として扱われると。基本的にということですね。ただし例外があるってことです。で、これ見るとわかるんですけども、半角の A は1バイト。全角の A ですね。は、これは長さは2ですね。シフト実数ですから。で、半角のカタカナアは、これは1バイトってことになってます。121です。さあ、新しいデルファイ XE4 などにアップグレードして、そのまま同じコードを実行するとですね、もちろんコンパイラー通るんですが、結果が異なると。121だったら211に変わってますね。はい。どうやらですね、この A っていう半角の A はですね、2バイトになってますね。あっていう、このひらがなはですね、長さは1なので、1文字しかないと。1バイトってわけじゃなくて1文字ですね。さあ、で、半角のあなんですけど、これは、サイズオブ、半角のあは1ですね。これなんかやっぱり1なんですね。この上の小文字の a と、下の半角のあ、サイズが違うと。どういうことかっていうとですね、コンスト x イコール a ってだけ書いてある定数の場合には特別扱いされてまして、ANC キャラになります。どういうことかっていうと、この 0x80 から255のまでの間の文字に関しては特別扱いされるようになっております。コンパイラーの方で。なので、ワイドキャラとして扱うようにするためには3通り方法がございます。まあ、最近は大体このような設定すると思うんですけども、ソースコードのフォーマットを UTF-8 にすると。ただし、その時にコンパイラのコードページのオプションに UTF-8 のコードページ番号ですね、65001を指定してビルドするようにすると。まあ、これは一つの手と、うん。ちょっとこれ分かりにくいかな。ソースコードの方も変えた方がいいですよね。コンストで、変数があった場合には、キャラもしくはワイドキャラとして明示的に型を指定するようにしてください。で、これで16ビット、2バイトの文字になると。もしくは、ユニコードの表現として半角の A ですね。FF71 という16進数で半角の A をですね、指定すると、まあ、これも、ワイドキャラの半角の A になるということですので、まあ、どれか一つ選んで、一番下、二つ目ですかね。まあいいですかね。ワイドキャラじゃなくてキャラにすれば、昔のそのデルファイ6やデルファイ7の時とソースコード同じに保てますので、できればこのキャライコールがいいかもしれないですね。次の話題に移りましょう。じゃあ、言語的な話は置いといて、次は VCL なんですが、これはよく耳にする話なんですね。まずですね、新規に作成したXE4 など新規作成するアプリケーションは問題ないんですけども、もともと持ってらっしゃる古いデルファイ7とかのプロジェクトに関しては、一応手動で追加していただく必要があります。アプリケーション.mainhomon タスクバー。どういうことかと言いますと、新規作成、VCL ホームアプリケーション。メインのソースコードを確認します。ソースコードで、イニシャライズの後ろに1行追加されてるんですね。はい。これが Vista 以降の Windows で、正しく動作するように必要なフラグでございます。Delphi 2007とかで追加されてるんですね。で、この1行を必ず追加するようにしてください。特に古いプロジェクト持ってらっしゃる方ですね。気をつけてください。はい。で、プラスですね、今度はコモンダイアログボックスのようなものです。2回ではですね、メッセージ DLG と呼ばれる、これは VCL の API なんですけども、ダイアログボックスを出して何か優先確認をするというものですね。で、最近のバージョンに追加されているグローバル変数が一つございまして、で、このデフォルト設定が、
true になってるんですね。use latest common dialogues というバグです。true なんですね。true にするとどういうことが起こるかっていうと、ソースコードになって、見るとわかるんですが、何もしていいですかという確認のダイアログボックス、OK キャンセルですね。ダイアログボックス出してるつもりなんですが、このアイコンがですね、インフォメーションの i のマークになってます。これは仕様、Windows OS の仕様なので、これ正しい動きなんですが、まあ昔のハテナがいいなとかですね、って思った場合には、このグローバル変数をオフにして、同じコード、VSGL で読んでください。そうすると、昔のデルファイ6やデルファイ7と同じように、古いというか、昔の互換性を維持しながら、したですね、ダイアログボックスが出るようになっておりますので、細かい話ですけども、これを、有効に使ってください。コモンダイアログスって書いてるっていうことは、このメッセージゲルに限らず、他のダイアログボックスですね、ファイルを開けるとかですね、そういうのも関係してきますので、確認してみてください。はい。で、他の仕様変更というところはですね、これ実際にユーザーの方からも問い合わせを受けたりとかですね、している問題でございます。もともと、これ何やってるかというとですね、ストリンググリッド、デビーグリッドの上に、上じゃない、失礼。にですね、ポップアップメニューをリンクして設定してあるんです。で、昔は、この、内部に表示されるエディットで右クリックすると、自分で作って設定したポップアップメニューとか、そのメニューを選んで何か実行とかできちゃうんですね。ですけど、途中の仕様変更で、最近はですね、このエディットで右クリックすると、もともと Windows OS が持ってるコンテキストメニューがデフォルトで出てきてしまう。ポップアップメニュー指定してるのにね、とですね。エディットに関してです。もちろんグリッドのその外側というかですね、エディットじゃないところをクリックする、右クリックすればポップメニューの方が出てくると思うんですけども、エディットですね、編集中に表示されるエディットに関してはポップアップメニューは無視されるようになりました。いろいろメニューがあります。どうしても昔のこの専用のメニューが欲しいという場合、まあ、その代わりその貼り付けとか切り取りとか出てこないんで、どっちがいいかって話になると思うんですけども、まあ、とにかく昔の仕様に戻したいという場合どうするかってことです。ちょっと簡単ではないですね。その内部で表示されるインプレースエディターというんですけども、に対して自前のエディターを返す必要があります。タイトルにはですね、デルファイ言語の機能を使用したハックとか書かれてますね。ちょっとトリッキーなコードでございます。で、自分の作ったフォームというのはこの下の方ですね。グリッドがあって、ポップアップメニューがあって、グリッドに対してポップアップメニューが設定されていると。で、この前の方で、もともと持ってる、グリッズユニットですね、VCR。のストリンググリッドを継承して、自分のユニットの中にもう一度同じ名前でですね、ストリンググリッドを作ってしまうと。で、プラスして、ストリンググリッドが持っている、内部のエディターを生成する関数ですね。これをオーバーライドします。フックするっていうんですかね。で、その実装何やってるかっていうとですね、自前で内部のエディターを生成して、で、エディターのポップアップメニューですね。tedit のポップアップメニューに、自分のグリッドに設定されているポップアップメニュー、まあ、同じものってことを設定して入れて返してあげると。で、こうすると、ちゃんと先ほどの自前のですね、ポップアップには出てくるようになると。で、C++ の方も同様な、ハックを行います。かなり無理くりなんですけどね。やってることはデルファイ版と同じでございます。はい、ただし、ネームスペースの関係などがありましてですね、ちょっと、この黄色でなってる部分、ちょっと見てみましょうか。まずは、自分のエディターを作って、で、エディットもですね、ポップアップメニューに、グリッドのポップアップメニューを設定すると。はい。これはいいですね。で、これ何やってるんだと、一番最後、ディファインって書いてあるんですけども。で、これこの後のコードと関係してます。もともと自分で設計していたフォームの、宣言部分ですね。メンバーの部分。ここにストリンググリッドが出てくるんですけども。で、このストリンググリッドの型が、識別できないと。こっちの自分で作ったストリンググリッドなのか、グリッツネームスペースにあるストリンググリッドなのか判定できないということなので、define でですね、自分で作ったストリンググリッド、コロンコロン使ったものですね、グローバルネームスペースにあるものを使うように、指定しています。で、このコンパイルが通った後ですね、undef でですね、その先ほどの define を外しているということです。
ちょっと、デルファイルもさらにトリッキーなんですけども、まあ、このようにしてですね、C++ でもポップアップに出すことができるわけです。はい。